50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。ほらどうした、声が出てないぞ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ。サンキュー。しかしマネージャーかわ、ほんとほんと、小学生の時は今じゃすっかり。お翼くん、はい、ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品。え、なんでだよ。なあ、もういいじゃない。あいて。おい翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ片桐。ああ、全日本サッカー協会の人さ。今年の春に翼が高校選抜の合宿にと。へえ。こんにちは片桐さん。元気そうだな翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロ。本当ですか。いくつかのチームから返事が来た。じゃあ中学を卒。ああ、しかし向こうもプロだ。おそらく向こうに行き、はい、翼のサッカーの師。翼は小学校卒。しかしロベルトさんだが、翼は失意をバネに大きく成長し、翼の実力は。片桐さん。ああ、すまない。それじゃあ今日は。え、もう。私も忙しくてね。まあとにかく今は全国。はい。必ず勝てよ翼。もちろんです。俺の目標は全国大会。そうだ翼、3年連続、そしてブラジルに渡り、サッカーの国でも。その時日本のサッカーは変わる。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白。うん。何？お前は。ヒューガ君。てめえ何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな。挑戦状を叩き。挑戦状。全国中学生サッカー大会。お、しかし今年中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、それに小学生の時の、そしてサッカーは一番上手い選手。今年こそお前ら南葛に勝っ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。そうだぜ今年。けおめでとう。ほんとほんと、しょな、誰だ。なんだ浦部た。なれなれしくすんじゃねえよ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を取っ。何？何を言ってやがる。いいだろう新田。行くぜ。おっ、この感じは。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼が
ボールを4人がかりとはいえ翼からボそれいったはいいけ俺のハヤブサシュートシュートだ見たかこれが大友中の実力よ今年の全国大会出場は俺たちだぜいいか翼その余裕の面が二度とでそういうことなんでああそうだ先輩たちにいろいろ言ってくれましたけどそういうことは俺みたいに何じゃあんたの愛弟子の沢田武史に小学生の全国大会決勝じゃ学校に帰るぞおっ学校に帰るってまさか走って帰るのかここから大友中までってこの程度 いつもじゃあなそろそろ俺も帰るぜあばよ浦部たちのスピードは一緒にプレイしていたあのスピードはさっき浦部がそしてあの彼のボールをトラップあんなことは小学生の時に今年の大会は翼そんなに気を落とすなよあいつらだって一応南葛 S4 人がかりじゃボールを取られたそうだよ翼みんな紅白戦俺が 1,2 年生のチームに入るみんなどういうことだよいいから始めるぞ
今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ、つば。そうだよ、急に本気。さっきの浦部たちのことを気にしてるの。俺たちは油断してないつもりでも勝つこと、けどさっきのでそれが余裕。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国みんな俺たちを目指して。それなのに俺たちがうぬぼれていたら
なんで、そういうこと。じゃあ翼、え、翼の言う通りさ。確かに俺と。ああ、それを消すには練習するしかない。何でも言え翼。そうさ、俺たちはな。みんな、よし、みんな全国大会3連覇全力で突っ走るぞ。おっ